沖縄の生き物198ですね。これサキシマハブっていう、まあなんかハブなんですけど、ホンドハブとヒメハブの、まあ、中間のような生態を持ったハブなんですね。まあちょっと間違って殺しちゃったんですけど、まあ一応当然ハブなんで毒もあります。でもなんか色が赤みがあって結構綺麗なんで、まあ僕は結構お気に入りなんですけど、これ本当は先島諸島にしか住んでなくて、本土には住んでないはずのハブなんですよ。けど、まあ、要するに、国内外来種っていう感じの形ですね。まあ、要するに、まあなんか、荷物に紛れたのか、まあ、本土まで渡ってきちゃったみたいな、まあ、ハブなんですけど、生態的には、なんか水辺でカエルばっかり食ってるヒメハブと、まあ、陸地の方で鳥とかネズミとかを食ってる、ハブの中間みたいな、まず、なんか生態を持ってますね。で、これ、まあ、夜出会って、なんか、普通のホンドハブかなと思ったら、かなり低い位置を、まあ、だから足首の方を狙うような攻撃してきたんで、ちょっとびっくりして、まあ、踏んで殺しちゃったんですけど、で、一晩置いてる間に、なんか、この尻尾の先、猫かなんかに壊れちゃってますね。まあ、でも、まあ、せっかくだから動画にアップしたいなと思って、こう、動画に。アップしました。サキシマハブです。